こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。今回はドローンの動画学校をですね、また始めていきたいと思います。今回につきましては、ドローンが飛ぶ仕組み、飛行の仕組みについて説明をしていきたいと思います。皆さん、海外旅行などに行くときに、ジェット旅客機に乗って、移動しますよね。あの飛行機が飛ぶ仕組みとドローンが飛ぶ仕組み、基本的には同じです。何を使っているかというと、この揚力というものを力を使って飛行機やドローンが飛んでいるということなんですね。この揚力って一体何なのかというものを説明していきたいと思います。ちょっとこう絵は下手なんですけども、飛行機翼がありますよね。この翼を横から見た図がこちらです。断面図ですね。飛行機、前から空気が流れていきます。これジェット推進力などによって流れていくんですけど、前に進むと空気が翼の上下を流れるわけですね。でこの翼、上の方が面積、長さが長くて下の方が短いということになってるんですけども、この上の部分に流れる空気と下の部分に流れる空気の速度の差が出る、速度差が出てくるんですね。そうすると上に流れる空気の方が速くなると気圧が下がる、そういうことによって気圧差が出てくるわけですね。まとめると、空気が流れる、翼の上と下に空気が流れるときに速度差が生まれて上の気圧が下がる。これベルヌイの定理というものだそうです。で、翼が持ち上がる、なので飛行するというところなんですね。はい、ではドローン、どういった形で飛行するかというと、この翼をの、この翼の代わりになっているものがプロペラなんですね。こちらにあるようにプロペラ、ドローン、ありますけども、このプロペラがですね、同じように横から見ると翼のような形をしているんですね。これがぐるぐる回ると、この揚力を得て、さっき言って上の気圧が下がって翼が持ち上がるという原理を使っています。ところがですね、同じ揚力を使っても翼自体が回転しているものですから、反力というものが生まれます。こちらプロペラ、こちらですね、ヘリコプター、では上のプロペラがぐるぐる回ると、それと回った方向と反対の力に機体の重心部分を中心に機体が回ってしまう。でこれを抑制するのに、後ろにテールローターというものをつけて反対側の力を空気で押し出してあげる。それで機体が意図したまま方向に、意図した方向に進むということですね。それと同じような力をドローンでは得なければいけないんですけども、テールローターというものは存在しないんですね。一般的にドローンって4つのね、プロペラを備えてます。この4つのプロペラ、実は時計回り、そして反時計回り、異なった回転方向を、異なった回転方向に、異なった方向に回転するようになっています。これを時計回りに回る方を CW、反時計回りに回るものを CCW、クロックワイズ、カウンタークロックワイズという形ですね。CW、CCW というのは実技でよく使いますので、覚えておいた方がいいと思います。そして、この時計回り、反時計回りのプロペラの数を同じにすることによって、反力、ね、これお互いの回る力を打ち消し合ってるんですね。ただ、打ち消し合っても翼自体は回っているので、揚力は得られます。ですので機体が回転せずに上に垂直に浮いたりするということなんですね。はい、続いてはですね、ドローンの動きについて解説をしていきたいと思います。ドローンの動き、大きく分けて4つしかありません。レースドローンやトイドローンですと、もうちょっと動きはあるんですけども、業務系のドローン、基本的には4つしか動きはないんですね。この4つの動きを組み合わせてドローンは飛行しているということです。まずは上昇と下降、ドローン自体が上昇したり下降したりする、
この動きのことをスロットルと言います。まずは上昇下降がスロットルだということですね。続いて前進したり後退したりする、この動きをエレベーターと言います。ちょっと分かりにくいですよね。エレベーターっていうとなんか上昇下降なんじゃないかと、私も最初そう思いました。ところがこのエレベーターという用語によって前進後退が表現されています。また前進後退するときにこういう形でドローンが前に傾いたり後ろにね反ったりするんですね。この動きピッチと言います。そして左右の動きですね。左右の動き、皆さんもうご存知ですよね。ドローンも左右に動くんですね。この左右に動く動きのことをエルロンと言います。エルロンという言い方もこれもなかなか慣れないんですけども、だんだん慣れてくるとすぐに理解できるようになります。僕もたまにこうドローンの実技のトレーニングの時にですね、受講者の方々にそれではエルロンで左にとか言ったりするんですけども、僕も言う時にも迷いますし、言って聞いてる方もふっとこう一瞬たじろぐというような形になりますけども、このエルロンという動作も覚えておいてください。これロールという動きします。でロールするってやつですね。はい、最後の動き、これ回転ですね。これ上からドローンを見るとこういう形ね、半時計回りに回ったり時計回りに回ったりすること、これをラダーと言います。ラダー動作で回転をさせるということですね。あとは陽角の陽を使ってますので、まあ、ラダーと言ったり陽とか言ったりね、します。まあ、基本的にはこのスロットル、エレベーター、エルロン、ラダー4つの動きでドローンはコントロールされています。はい、ドローンの動画学校、続いては機体とコントローラーの通信について説明していきます。ただですね、無線のことって話し出すとすごく奥が深くて、まあ、ノイズだとかこの方式だとか、最近ですと DJ が出したらオキュシンクの仕組みだとかですね、それもパッバージョン2っていうのもあったりするんですけども、ここでは本当に基本だけ、基本的なことだけお話をしていきます。無線、まああれですよね、電波ですね。機体とコントローラーの通信には電波を用いてますね。無線で電波で、まあ、機体をコントロールしていくわけなんですけども、これ使ってるものは 2.4GHz 帯です。 2.4GHz 帯ってどっかで聞いたことありますよね。そうなんですよ、 Wi-Fi 無線 LAN の通信と同じ周波数帯なんですね。あと身近なところですと電子レンジもこの周波数帯が割り当てられています。これは総務省から割り当てられてるんですね。ドローンはまた別に 5.7Ngghz 帯ですとか他の周波数帯も割り当てられてるんですけども、 DJI 製品で国内で使えるものに関してはこの 2.4GHz 帯を使っています。この 2.4GHz、 ヘルツってよく聞きますけども、これ何かというと、まあ、ざっくりご説明するとヘルツっていうのは1秒間のこの波、電波の波ですね、これの数、まあ、もしくはセットと言います。これ波どういうものかというと、こう真ん中の標準に対して下がったり上がったりって、このワンセットのことを1秒間のワンセットに振幅する波の数、セットのことを言うんですね。はい、ですのでこれが1秒間に1回波が動くと 1Hz ということになります。 2.4GHz 帯の通信を使っているということは分かったんですけども、では実際どういう、ね、通信手段を使っているかというところを説明していきたいと思います。ここもごく一部です。まずはですね、この通信、ノイズというものが入ってくるとなかなかこの信号が伝わりにくいですよね。でこの方式なんですけども、一般的にはスペクトラム拡散方式というものを使っています。これどういったものかというと、まあ、こういう通常信号を送りたいものがあったとするとノイズがかぶって、まともにですね信号が送れないというので、これを拡散、横に拡散してですね、
こういう平たくしてノイズと違う形状をすることによって通信が、信号が遅れるというところです。このスペクトラム拡散方式というのは特徴がありまして、一つはノイズに強いと、そしてもう一つは秘匿性が高いというところです。このスペクトラム拡散方式なんですけども2種類あります。 DSSS、ちょっとカンペを使いますね。ダイレクトシーケンススプレッドスペクトラムというもの、それと FHSS ですね。こちらもカンペを読むと、フリークエンシーホッピングスプレッドスペクトラムと、スプレッドスペクトラムという方式です。で、今ほとんど DSSS というのは使われていないんですけども、皆さんこの後お話しする GPS、まあ、GNSS ですよね。衛星から位置情報を得て、もう得るための通信手段のところで、GPS では DSSS 方式で電波を放送されています。そして FHSS というのは身近なところで言うと Bluetooth ですよね。最近僕もソニーのノイキャンを、完全ワイヤレスノイキャンイヤホンを買ったんですけど、これも Bluetooth で接続されています。またラジコンなんかでも FHSS が使われているというところです。